はいどうも、ウシです。プロスピースやっていきます。ということで、今回コラボ企画やっていきます。ゲストに、大仁福島さんが来てくださいました。はーい、どうもこんにちは。はい、どうも、チカでーす。こんにちは。それパチってんのよ。あれ、はい、じゃあ、ごめん、ミスター、ミスター。はい、どうも、鬼でーす。今日もプロスピースやっていきましょう。じゃあ、ということで、進めていきましょう。ということで、今回、純正と準2球団で分かれて対戦させていただいております。鬼福島さんのチャンネルの方で、純正の方の動画上がってると思います。よろしければ概要欄からチェックしてください。はい、チェックしてください。もう、たくさん、もう視聴回数回しまくってください、皆さんで。皆さん、稼いでください。ということで、今回、ベッシーの方では12球団のオーダーでさせていただきます。で、ベジータということで、ホームゲーム版でベッシーが、進行させていただきます。ということで、早速、読みやっていきましょうか。じゃあ、この人でいいか。じゃあ、ということで、対戦よろしくお願いします。お願いします。おー、ダルさん。今ね、流行ってますから、ダルビッシュセレクションがね。まだ来てないけどね。お願いします。お願いします、さす。録画、録画 OK ね、よしよしよし。これでね、録画されてなかったらね、悲しいよ。本当に。取れる、取れる、よし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 。いや、カーブレラ2番は怖。いやワイの相棒ですから。ちょっとね、またね、12球団も手つけてかんと俺、だいぶサボってたからね。でも、イチローさんはしっかり育成心やね。あ、そう、それはね、スピリーグの前だったし、全然。よし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 。もう、ものの見事に俺の手のひらでくるくるしてますね。いやー、やばいわ。マジハンドスピナー。ああ、ダルさん。やば。いやスラーブ、やば。もうレアードがいるのか、12球団に。おるよ。おぉ。おぉ。2機より抑えれる。2機の時考えまくったもん。どうしよう、どうしよう。OK。マイナス1か、余計に打たれへんちゃうが。早くダルビッシュさんの A ランクくれよ。スピ解放したいんだよ。でも今来てるくない？ワールドシリーズ。あれは引かね。あれ引くなら OB 引く。さあ、両者ともにノーヒットで終わってますけども。やばいやばいやばい。よーいやー、行かれたか。これぞ2軍コーチ。バス古いな。バスね、こうあのトイレのバスって呼んでるの。正月トイレで弾けたから。そういうこと。トイレのバス。超えて。いや、なんで。さすがトイレ。さすがトイレ。トイレマジ最高。取れる、取れる、取れる、取れる。よし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 。あ、福留さん、待って、写真振る。バイバイ。あれ、タイムスリップの福留さんよね。タイムスリップの、あれね、あの去年のタイムスリップ、ね。あ、やばい、振ってもらう。踊らされてるね。踊らされてるね。逆側になっちゃったよ。逆側になってるよ、ちょっと。待って、俺、さっきの展開でいくと、俺がまた逆転負けするっていう。イエス。あれあれなんかフラグですか見た展開が見た展開起きてんやけどやばいな、なんかそれやだな。おお、それあかんやつじゃないあれそれあかん方じゃないやば、俺 P 入れなあかんやん。あらマイナス 1?マイナス1じゃないね。ないよね。いや、やっぱダルビッシュ補正でしょ。そんな補正あんのいやー、そりゃ、いやー、似たような展開なんてきたね。あー、ちょっと似てるね。いやー、ちょっとあの、なんか最近、あの、化け物の子を。化け物の子使っていこうかな。確かに化け物やけど。おい、よっしゃー。よし。飲む飲む。飲む飲む。飲む飲む。飲むさんのこと飲む飲むって言ったの初めて聞いた。去年の正月1万5000円まで使ってまで。飲む飲む。獲得してるから。え、落ちていくの？けー。よー。うわー。いやー、入ってるでしょう、今のは。
いや入ってないな。うおオッケーオッケーオッケー、全然歩かしていいよ。取れる取れる取れる。あれ守備が薄いわ。初めて見たかもしれない。リクエストじゃん。リクエスト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 です。嘘、え、これ取らへんの。あれ次走ってもらいます。ギータさん、それ直進で行ったら取れたくない。いや、しっかりもうアマチュア野球してるわ。あー、オッケー、叩いちゃった。動画的には美味しいけどね、草野球スピリッツエース。確かに。いやー、ショートさんちょっとごめんな。いやちょっとね。よしよしよし。いや、広告出てるの怖いな。ちょっとごめんな。うわ、ここで菅野さん。やっぱ先発できてるから、僕もお返しで。ちなみに、スピ解放した時の時期の、あれね、あの先発候補。あ、そうか、古いんやな、これ。俺持ってたと思う、これ。マジ？初めて極みにしてるってあれだからね、ずっと取っといてる。初めて極みしたの、鈴木大地さんやったけどな。いいじゃん、大地。継承しちゃったけど。あら。楽天の方に。何しとん？オッケー。あ、飛ぶ。なるほど、そうですね。いい、うまい。おうますぎる。誰？これノムちゃんじゃん。ノムちゃんじゃん。ノリちゃんじゃない？あ、ノリちゃん。あ、ノリちゃんうまいわ。守備は大好きよ。いいストレート。いや、いいね。うわ。わざましたー。うそー。いやー、これ今回の先輩ね、センターで。しっかり草野球してた。しっかり草野球で。動画的には美味しいけどね、草野球。草野球、うまいね、あれは。頭が真っ白になっちゃったわ。はい、ってことで、3対1を落ちまして、鬼福島さんの勝利でございます。まあ、先ほど、最初にも言った通り、概要欄の方に鬼福島さんのチャンネルございます。そしてそちらで、純正の方、試合やっておりますので、よろしければ、チャンネル登録、高評価。よろしくお願いいたします。はい、来てください。来てください。来てください。それではまた次回の動画でお会いいたましょう。おっと、じゃあもう一回言わせてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あ、バイバイ。ダダダダダダデイ。